越しの皆さん、こんばんは。習志野高校バトン部です。私たちバトン部は総勢42人で活動しています。今年度は千葉ロッテマリーンズの応援や幕張メッセで行われた野球応援コンサートなどにも出演させていただきました。これからお送りするのはどこかで聞いたことのある歌謡曲と習志野高校といえばという応援曲です。知っている方は手拍子など一緒にお願いします。それではどうぞ。Yeah.
お聴きいただきありがとうございます。最後に2018年の新曲2曲とキラッと3まで終わらせていただきます。また8月8日に三重県で行われるサッカー部のインターハイにも応援に行かせていただきます。文化祭やバレー応援など今年もまだまだたくさんの応援に行かせていただきますので、今後ともナルスロン高校の応援をよろしくお願いします。それでは最後までご覧ください。Thank you.
はい、どうもありがとうございました。キャプテンはどなたでしょう。あ、はい、やっぱりバトン部に入りたくて習志野高校を目指したんですか。そうです。そうじゃない方いないですよね。で、とりあえず皆さんは野球だけではなくて、さっきも言ったようにサッカーだとかバレーボールだとかいろんなところに応援しに行って、やりづらい応援場所ってあります。春高バレーの東京体育館がすごい狭いのでやりづらいな。確かにね、こうやって手広げたらね、隣の人にぶつかっちゃうよっていうような形もあると思うし、3年生手を挙げてください。2年生手を挙げてください。1年生手を挙げてください。やっぱりそうかなと思いながらずっと見てたんだけれども、3年生の笑顔ってすごく素敵だよね。やっぱり3年間やってきた努力というか、それで、彼氏を騙すようなことはしないでください。で、最後にもう一回だけアンコールお願いしていいですか。はい、よろしくお願いします。どうもありがとうございました。習志野高校バトン部の皆さんでした。